ゆうこそもてチャンネル。皆さんおはようございます、ゆうこすです。はい、ちょっともう誰やねん感がねすごいんですけど、ゆうこすです。目外したら何も見えないんだよね、乱視だし。これジーンズのブルーライトカットメガネで、なんかおもちゃみたいでよくないですか。今が朝の10時20分なんですけど、昨日もう朝方まで仕事しちゃってちょっと遅く起きちゃったんですけど、今から30分後にちょっと家を出ないということで、リアルに10時は20分だから50分ぐらいにはもう出なきゃいけないので、ちょっとやばいんですけど、まあ、でも皆さんも朝はすごいバタバタするんじゃないかなと思うので、私のガチの前髪もどうしたって感じなんですけど、私の寝起きのすっぴんから家出るまでの30分パターン、もはや撮影しながらだから15分ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、を紹介していきたいと思います。それでは動画スタート。まずは洗面所行こう。はい、じゃあまずはカラコン入れていきます。私がいつも使ってるのはこちらのエンジェルカラーバンビシリーズのヴィンテージヌードっていうカラーです。こんな感じ、すごいナチュラルなんだけど、くるんと大きい丸目に見ててくれるので、もう1年以上使ってます。入れたのと入れてないのとでは全然違いますね。うん、はい、というわけでちょっと撮影にバタバタしてたら、もうこの時点で10時33分ということで、結構ちょっとガチでやばいんじゃないかな、そこ。はい、じゃあまず使っていくのがこちらです。ラロッシュポゼの UV レア XL プロテクション BB クリームです。やっぱ急いでる時はね、 BB クリームとかそういうのに限るんですよ。化粧下地にもなるし、ファンデにもなるし、日焼け止めもあって保湿もしてくれてっていう最強なんで、肌にも優しいのですごいおすすめです。伸びもいいしね、カバー力もあるし、結構広めにペッと手に取ったらスタンプのようにデン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 と、もう雑に急いでるんで、はい、こんな感じ雑に広げたら、あとはスポンジでぼかします。よし、最後に手でなじまして OK。 あとはちょっとカバーしたいところに、エトボスのコンシーラーパレット、最近結構ご了承使ってるんですけど、この辺のカラーでこうしたらニキビとか赤みのところを隠していきます。でもこれはすごい伸びがいいから、急いの時にもすごいぴったり合います。急いでる時でも絶対入れたいポイントがあって、このオレンジ系のコンシーラーでまずクマを消す。私が青グマなので、こういうオレンジ系はジャストだね。やっぱ急いでてバッチリのメイクはできないけど、社会人のマナーとして不健康さとかやっぱ隠したいじゃないですか。なのでまあクマは必ずどんなに急いでる時でも消します。うん、で次におすすめなのがこちらです。 RMK のマルチクレヨン02番です。こんな感じで割とマットな質感で、色味はねオレンジブラウンみたいな感じで、この秋冬にすごいおすすめなんですけど、ぼわーっとぼかすとすごくね自然に広がってくれて、チークにも使えるし、アイメイクにも使えるし、あとねリップにも使えるっていう最強のマジマルチクレヨンなので、これ急いだ時にこれ1本でパパパッとやっちゃいます。このままのアイシャドウとチーク最悪なんで、指でぼかしていきます。はい、こんな感じで、まあ自然なリップとチークとアイシャドウ、まあしっかりメイクをしてる感がね出せたんじゃないかなと思います。今回のテーマはバッチリメイクを決めるというよりかは、社会人として健康さっていうのを除きつつ、ちゃんとメイクしてるよ感がね、もう得られればそれでいいというテーマなんで、はい。で続きましてこちら、デジャブのステイナチュラパウダーペンシルアイブロウです。これめちゃよくて、まあ、とにかく一回描きますね。ぐーっととりあえず急いで眉を描くじゃないですか。眉尻をジャジャッとこんな感じでジャジャッと描いたら、このペンシルでそのまま中をこう潰していきます。これが動いてるように埋めて、こっちも埋めて、そっかパウダーじゃなくていいのって思うじゃないですか。ただこれね、反対側のスクリューブラシでぼかしたらパウダーになるっていう最強なアイブロウペンシルなので、眉頭から眉尻にかけてぐらいはもうこれパウダーにしちゃうっていう作戦でやってます。眉描いたらなんとなくもうね、しっかりメイク合ってる感っていうのが出るんですよ。うん、でもここでビューラー上げたい人は上げる。でもぶっちゃけこう社会人になって本当にそうやった時にマスカラとかはせんもしなくても大丈夫なので、まあ、軽く上げるぐらい。これでまだ本当はマスカラとアイライナー塗りたいって人は会社行ってトイレで塗る。これでも最低限でこれでいいでしょ。最近のおすすめはね、このねアイプチっていうところのビューラーめっちゃ一瞬で上がるんでおすすめです。はい、これもうちゃんと眉とベースと、まあ、リップチークアイシャドウに色が入っていたらちゃんとメイクをしてる感が出たので、ちょっと髪の毛に行きます。今が何分？前髪やばいな、やばい。
今が10時43分残り、5分ちょいで私は前髪と髪の毛やると思います。はい、また洗面所にやってきました。まずはね、前髪をちょっと根元から濡らします。これちょっとやばいので、このままでは根元からしっかり濡らさないと前髪の癖は取れないのでね。よし、濡らしました。よし、アイロンのスイッチを入れて、やっぱ今回のテーマはなんとなくもうしっかりやってるよう感が欲しいっていうことなので、いろんなところは省きます。おすすめの私がよく時間がやばい時にやる髪型のテクなんですけど、まず一つ結びにします。髪の毛長い人も短い人も使えると思います。このテク一つ結びにしたら、もうこめかみのこの辺の毛を出すんですね。この辺を適当にジャジャッと、この辺もなんかと触って、なんか適当に毛をここら辺から出す。でちょっと髪の毛も後ろちょっと引っ張る。そんで、まずは前髪を巻いていきます。まずは中心をこんな感じで一回巻いて、その両サイドを外にこうなるように、ざっくりで全然大丈夫なので巻いていきます。で巻いたら次はこの顔周りをね、さっき出したこの顔周りの毛を外巻きにしてみたり、この耳の上のこめかみとか私は一回外跳ねにして、で次は内巻きにこう持っていくと、そうしましたらこんな感じでこういい感じのウェーブにプリンってなってくれます。でこんな感じでちょっと顔周りをザクッと巻いて、何でもいいです。ツヤ系のワックスやったら、ワックスをもうこの前髪ちゃんとこのところに奥襟にジャジャジャッとジャジャジャッとつけたら、またこの表面もこうグググググッとグググッと軽くワックスつけて、なんかしっとりしてますよみたいな感じしたら、もうなんかそんな完璧ではないけど、まあちょっとしっかりと朝から起きてやってますよ感が出るんじゃないですか。こなれ感っていうのかな。ちょっとこのトップが気になるとか言ったら、ここから帽子とか被ればいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでたった今、ちょっと51分に1分過ぎちゃったけど、まあ50分でしょう。バッチリな、もう詐欺メイクとかではないけど、なんとなくちゃんとこうメイクとか朝から起きてやってるよ感が出る最低限のマナーがあるメイクと、ヘアができたんじゃないかなと思います。途中でも言ったんですけど、私がよくやるのはこっから、ビューラーと、マスカラとアイライナーの3つを持って、まあ、会社のトイレとかでちゃちゃっとやっちゃう。あとでちょい出しするとか、そういうことをしています。髪型もほんとこれもう前髪濡らしてから巻いてから全部含めても5分ないくらいでできる、ね、アレンジなので、よかったらやってみてください。ロングもでもショートでもいけるって言ったけど、まあこれのアレンジは私の長さぐらいの方がいけるかもしれないですね。まあでも長い人も例えばこうクルリンパにしちゃうとか、もうシャシャッとできる。顔周りをちょっとするだけで一瞬でね、もうなんかちゃんとやってます感が出るので、やってみてください。ちょっと私はガチでもう今日出ないといけないので、今日はここまでになります。ちょっとでも参考になったよって方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。